皆さんこんにちは。東京構成ウィンドウオーケストラ首席客演指揮者の飯森典親です。来る2月26日14時開演です。東京構成ウィンドウオーケストラの第157回定期演奏会が池袋の東京芸術劇場で行われます。曲は検定序曲アルミネアンダンスのパート1、パート2、そして長尾さんによる新曲、そして最後がチザレーニさんの交響曲第1番アークエンジェルス、これを演奏させていただきます。長尾さんの作品はですね、私が南の海をなんか想像して書いてほしいなっていうことを申し上げましたら、なんとですね、僕が愛してやまない宮古島の海をですね想像して書いてくださったそうです。とってもね素敵な海というだけではなくてね、こう大事なんだよっていうようなね、そういうなんていうのかな、僕たち人類にですね課せられた海を、自然を大事にしようっていう、そんなようなテーマのね素敵な作品になってます。そして、チェザリーニさんのアークエンジェルス、これはですね、グレゴリオ聖歌のいろいろなメロディーを元に書かれている作品です。実はですね、ラテン語、そして宗教音楽、こんなことをですね今までたくさん勉強してやってきてますので、テーマにうまいことこう歌詞が乗っかる、そんな楽章もたくさんありますので、それをですね奏者の皆さんにこういう歌詞なんだよってことを申し上げてね、で歌って吹いていただいております。そんなところをですねぜひ着目して聴いていただけると、なんか今まで聴いたアークエンジェルスとなんか違った雰囲気が感じられるななんて、そういう瞬間がたくさんあると思いますので、ぜひご期待いただければと思います。2月26日14時東京の芸術劇場、こちらで、開演になりますので、ぜひたくさんのお客様にお越しいただけたらと思います。飯森典親でした。よろしくお願いします。